米国、ロシア本土攻撃を容認。ロシア、核兵器言及。ウクライナ戦争激化か。対ウクライナ最大武器支援国の米国が、自国の武器でロシア領土内の軍事施設を打撃することをウクライナに一部容認した。米国が核を保有する敵国に対する軍事攻撃に自国武器の使用を承認したのは今回が初めて。ロシアは核兵器にまで言及しながら強く警告し、ハルキウ、ハリコフをミサイルで空襲した。3年間続いているウクライナ戦争が新しい局面を迎えたという懸念が出ている。ロイター通信は31日現地時間、ブリンケン米国務長官がこの日、チェコ・プラハで開かれた北大西洋条約機構 NATO 外相会議の後、記者らに対し、ウクライナの要請を受けてバイデン大統領が米国武器を使用したロシア内部攻撃を承認したと述べた。米ニュースサイトのポリティコは前日、複数の米当局者の発言を引用し、バイデン大統領がウクライナに、ハルキウ防御目的に限り、国境付近のロシア領土内に位置するロシア軍施設を米国産武器で反撃することを容認したと報じていた。これに関し、ウォールストリートジャーナルは、米国がロシア本土攻撃を容認する武器は、高速機動砲ロケットシステム、ハイマース、中距離誘導多連装ロケットシステム、GMLRS と野砲体系だと報じた。長距離地対地ミサイルのATACMSは、ロシア本土攻撃を引き続き禁止すると伝えた。この日、ドイツ政府も自国が供与した武器をウクライナがロシア本土攻撃に使用できるよう一部容認した。ドイツはその間、国際法の枠組みの中で行動するべきと原則的な立場を繰り返してきたが、米国がロシア領土攻撃への米国武器使用を容認した事実が伝えられると立場を変えた。米国の支援政策に重大な転換。バイデン大統領の今回の措置は制限的ではあるものの、米国のウクライナ支援政策の重大な転換を意味するとフィナンシャルタイムズは報じた。米国はその間、ウクライナに武器を支援しながらも、自国の武器を活用したロシア本土攻撃については、第三次世界大戦を避けるべきとして容認しなかった。しかし、ウクライナとモルドバを訪問したブリンケン長官が29日、バイデン大統領に対し、ロシア軍が米国のロシア領土攻撃禁止原則を悪用して、自国領土内の国境付近からウクライナ軍を攻撃していると報告すると、バイデン大統領が決断を下したという。ウォールストリートジャーナルによると、サリバン米大統領補佐官国家安全保障担当と、オースティン米国防長官らも15日、バイデン大統領に原則修正を建議した。実際、ロシアが10日に国境付近のハルキウに対する地上戦を開始した後、ロシア軍は国境沿いに安全地帯を確保しながら、ウクライナ軍を攻撃したことが分かった。劣勢になったウクライナのゼレンスキー大統領は、米国に武器使用制限を解除してほしいと求めてきた。バイデン大統領は来月5日から9日にフランス国賓訪問、7月にワシントン開催の NATO 創設75周年首脳会議などを控えた状態だ。このため、ウクライナに対する西側同盟の団結を見せるべきという圧迫感も作用したとフィナンシャルタイムズは解釈した。最近、英国、フランス、ドイツなど、欧州主要国とストルテンベルグ NATO 事務総長らも、西側が支援した武器でウクライナがロシア本土に反撃できるようにするべきだと、米国に圧力を加えてきた。これに関連し、ニューヨークタイムズは、今回の措置にもかかわらず、ロシアがハルキウなどで攻勢を強める場合、米国が武器使用制限をさらに緩和する可能性があると伝えた。
ウクライナ戦況が不利になれば、米国、NATO がタブーとしたロシア本土攻撃を制限なく容認しようという声が高まるということだ。ある当局者は、これは新たな現実であり、ウクライナ戦争の新たな局面と話した。米戦争研究所 ISW は29日、ウクライナが西側の武器でロシア本土内の軍事目標物を一部または制限なく攻撃するべきだと支持を表明した国は10カ国を超えると伝えた。ロシア、深刻な結果、比例対応、警告。これに対しロシアは31日未明、ウクライナのハルキウをミサイルで空襲し、報復性攻撃を続けた。ハルキウ州の国境付近にロシアの S-300、S-400 ミサイル5発が落ち、住居用の5階建て建物を含む建物20棟が被害を受けた。破壊された建物からは現在まで4人の遺体が収集され、25人が負傷した。ウクライナは30日夜、ロシアが占領中のクリミア半島を米国から支援された武器エイタクムス地対地ミサイルで攻撃した。クリミア半島はロシアが一方的に併合したが本土とは言えない。ロシアは米国の決定に対し核兵器、非対称報復などに言及しながら戦争激化の可能性を警告した。メドベージェフ安全保障会議副議長は31日、テレグラムチャンネルを通じて、ウクライナと NATO 同盟はすべて破壊的な力の対応を受けることになるはず、と述べた。また、ロシアが戦術核を使用しないという西側の見方に対し、彼らの軽率な推測より人生ははるかに悪いと語った。ロシア大統領府のペスコフ報道官は同日、我々は米国の武器がすでにロシア攻撃に使用されているという事実を知っているとし、米国がどれほど深く介入したのか如実に見せる証拠と指摘した。同じ日、ロシア下院のアンドレイ・カルタポロフ国防委員長も非対称報復をするとして脅迫した。これは前日にロシア外務省のザハロワ報道官が言及した比例対応より強硬な表現だ。プーチン大統領は28日、西側が自国の武器でウクライナにロシア領土を攻撃できるよう容認すれば深刻な結果をもたらすとし、核攻撃の可能性を暗示した。一方、ロシアはフランス政府にウクライナ派兵関連報道に対する釈明を要求した。フランス・ルモンドは30日、マクロン大統領が数十人の訓練教官をウクライナに派遣する計画だと報じた。これに対しザハロワ報道官は、フランス政府は曖昧な表現の後ろに隠れずに立場を明確にするべきだと要求した。NATO 事務総長、中国がロシアの戦争経済支えている。北大西洋条約機構 NATO のストルテンベルグ事務総長は5月31日、中国がロシアの戦争経済を支えているとの認識を示した。チェコ・プラハで開かれた NATO 非公式外相会合後の記者会見で述べた。ウクライナに侵攻するロシアに対し、西側諸国は経済制裁を強めているが、ロシアの戦争継続能力に決定的な打撃を与えられていない。ストルテンベルグ氏は、中国が軍事転用が可能な大量の装備と先端技術や半導体を含む電子機器をロシアに提供していると指摘。こうした機器がなければ、ロシアはウクライナの攻撃に使用するミサイル、爆弾、飛行機を生産できなかっただろうと述べた。米国は昨年7月、ロシアに対する中国の支援を調査した国家情報長官室、ODNI の報告書を公表。報告書は税関データや西側諸国の報道などをもとに、中国からロシアへの半導体輸出の増加や中国企業による広報装置や戦闘機の部品、無人航空機などの輸出を指摘している。またロシアの収入源である原油輸出を制限する欧米や日本による制裁は
影の船団と呼ばれる闇タンカーの横行で骨抜きにされつつある。NGO などの調査で、インドや中国が闇タンカーの受け入れ国として指摘されている。ロシア国防省、ウクライナで全戦術方向に前進。戦果強調。ロシアのベローソフ国防相は31日、ロシア軍がウクライナで全ての戦術的方向で前進しており、今月は28の集落を制圧したと述べた。カザフスタンで開催された地域国防相会議で述べた。ベローソフ国防相は今年に入り延べ880平方キロメートルを占領し、北東部ハリコフ州の主要地域でウクライナ軍を8キロから9キロ後退させたと説明。ロシアは特別軍事作戦を続けて必ず目的を達成すると述べた。ウクライナが今週、ロシアが2014年に併合したクリミアとロシア南部を結ぶ橋に最大のミサイル攻撃を行ったが、すべてのミサイルを撃ち落としたという。北大西洋条約機構 NATO がウクライナ紛争をエスカレートさせていると非難。NATO は東欧と中欧でプレゼンスを高め、戦闘体制と規模を拡大している。軍事インフラを整備し、国境付近での訓練や偵察活動を強化しているとした上で、すべてはウクライナ紛争を長引かせ、エスカレートさせるために行われていると批判した。